ト会北斗の酒井です。本日の雑談は修理代は決まっているということで、ちょっともバイク屋さんの裏話ということになっていくとは思うんですけど、そのバイク屋さんにバイクを修理にされるっていうことは、まあ、バイクを乗ってる場合何回もあると思うんですけど、その時にそのバイクをそのバイク屋さんに入庫したその時点でもうほぼほぼ修理代は決まるんですよ、決まってるんですよ。それちょっと皆さん、僕が言うことをちょっと思い浮かべてほしいんですけど、入庫した時にその壊れた、自分が壊れた車両を持って行った時に、そのどこが壊れてるかっていうことは説明しますよね、そのバイク屋さんに。壊れた理由とか、自分の壊れたその壊れた部品だとか、そういったことを自分で想像して、それを踏まえた上で修理で入れるじゃないですか。でそのお客さん自体はその壊れた部品だとか、ここは壊れているであろうということをあらかじめ調べてから大体来るんですよね、うん。でその壊れたで相場を大体皆さん調べた上で、まあ修理代の相場ですよね、それを調べた上で入庫してくる してこられるんですよ。多分これは間違ってないのかなと思うんですよ。だって例えばすごい修理がかかるような車両をもう何も分からずこう修理してもらって お金が払える払えないかもしれないっていう状態では多分入庫はしてこないんですよ。もうそれをバイク屋さんはあの裏を取ってますね。だから入庫した時にバイク屋さんとの話の中で必ず値段の話が出るんですよ。それはバイク屋さん、まあ僕だとしたら、この人はいくらこの修理に対してお金を払積もりでいるのかを探るんですよ、うん。これちょっとひどい話なんですけど、まあこれはバイク屋さんのまあ手段というか、まあ要はこれはそうですよね。それぐらいやっぱり費用はもちろんバイク屋としても払えない人からはの修理はできないので、だからその辺をこう探り合うんですよね、お互いに、うん。で探り合った時にはこの人はもうこの修理これが治るということにいくら払うかっていうことをもうその入庫した修理の話、今から修理をしますよって言った時の話でもうあらかじめもう話をもう出来上がっちゃうんですよね。だからもう修理代は決まっているんですよ。もう入庫した時点で決まってます。その入庫、まあその自分がこれが自分のバイクが壊れてた時にこのバイクを直すのにいくらかかるであろうと思った金額を必ず取られます。それを入庫した時にこういろいろ聞かれてもう大体こう決めれちゃうんですよ。あ、この人はこれぐらい払う気取りだったらもうそれ取りましょうみたいな、まあ、本当にぶっちゃけ話だし、ひどい話でプラグを交換しただけで2万3万僕もらったこともありますし、例えばそのクラッチが滑ってますよ、クラッチ盤全部交換しないといけませんよっていうことでいくらか費用、まあ1万2万2、3万の費用だとして、まあ、それを大体もう探って、あ、これクラッチ盤のクラッチの修理は、まあ、クラッチ盤の交換は、まあ、2、3万かかるよ、まあ、1万円かかるよとかって思ってるってことを最初でも聞いてるんで、例えばそのクラッチの時だったらそのクラッチのエンジン部分のアームが固着してたんですよ。だからクラッチが滑る、ただそれだけだったんですよ。そこをあのオイルアップして綺麗に動くようにしたら、それはその症状自体は治ったんですよ。けどそれはそのお客さんにはこういうことでお金これだけかかりましたって言って、お客さんが想定してたお金をしっかりもらっちゃうっていうことなんですよね。だからその入庫した時に自分がいくら払うかってもう払積もり、それをバイク屋さんはどんだけ見抜くかがその修理の値段の決め方なんですよ。この人はどんだけこの壊れたバイクにどれだけ払積もりがあるのかっていうのを聞き出す、そのためにいろいろ話をするんですよね、入庫した時に、うん。だからこれをどうすればいいのかっていうのも僕今この時点でははっきりは言えないんですけど、まあ実際その修理をしたところを見せてくれとかそういったことをまあ言ったりだとか、そういったことではいいのかなと思うんですけど、まあ治ればいく、このバイクが治、まあけど治ってますからね、だからそのお客さんのニーズには応えてるっていうことにはなるんですけど、
実際にはもうその修理自体の値段はもう決まってるっていうことなんですよ。ちょっと微妙な裏話で申し訳ないんですけど、バイク屋さんはそれすごい考えてると思います。入庫した時、まあ来た時、これは実は僕は若い人、まあ入社した人にもちゃんとこれは言ってますね。そのお客さんがいくら払う気でいるか、しっかりキャッチしろっていうことで。で、そこのキャッチできた時点で、例えば途中の時点、入庫してからその引き渡し日をある程度決めますよね。その引き渡しの前に電話でかけて、実はこれぐらいお金かかりそうなんですけどよろしいですかねとかっていう電話をかけさせるんですよ。それはジャブを打ってるんですよ。この人がちゃんと払うか払わないかっていうところで、そこで払わないとかっていう雰囲気になれば、また払わないなりのその修理の仕方っていうのがあったりするんですよ。だから修理なんて実はしてないこともいっぱいありますね。修理はしてないけど、そのお客さんが入庫した時のお客さんのニーズには応えるんですよ。だから値段は合ってないようなものって言ってもおかしくないです。うん。だからそのある程度その入庫する前に値段を決めちゃうっていうのは、相場を自分で分かっちゃう、壊れているとこを決め込んじゃうっていうのはちょっとあんま良くないのかなと思うんですよね。ここは壊れてる、クラッチが壊れてる、クラッチが壊れてるって、クラッチがさっきも言った通り、そのクラッチのアーム、エンジンからのアームの固着でクラッチが壊れてるのに、それをお客さん自体は勝手に自分がもうクラッチ板が滑ってるからっていうことを勝手に言ってしまってるんですよ。それってバイク屋さんからしたらラッキーパターンで、この固着を直せばいいだけなのに勝手に自分で壊れてることを言ってるわけで、けどお客さんが求めてること、クラッチが滑ってる、これはお客さんが求めてることなんですけど、その求めてることには応えてるんですよ。だからお客さんがいくら払うかっていう、払えるかっていうことを探りたいんですよね。いつもそうです。修理で入ってくるときはいつもそういったことを考えてますね。だからそれに対して、例えばもうエンジンこうもう焼き付いてるんだよ、もうこれエンジン乗せ替えないといけないって言われたときに、じゃあお客さんエンジンの使いそうですね、だいたい相場5万円ぐらいかかるんですよって言って、まあそりゃそうだよねって一言言ったとしたら、そりゃそうだよね、あこの人エンジンの使いが分かってるんだって言ったら、もうそこでも修理決定です。どういう形であってもエンジンは乗せ替えます、もしくは乗せ替えたって言います。それぐらい言います。けどエンジンは直ってるんですよ。お客さんはそのエンジンの使いっていうお客さんはエンジンが壊れてエンジンがかからない、うん、そのバイクに乗れないっていうこと、乗りたいっていう修理なんですよね。けどその修理の内容っていうのはバイク屋さんはそれを見せるわけでもないし、そこの誤差なんですよ。けどお客さんは最初からもその値段をバイク屋さんとしてはこういくらぐらいか、そうなんですよ、エンジンの使い5万円ぐらいかかるんですよっていうことをあらかじめ言って、それを言った時のお客さんの反応を見るわけなんですよね。例えばそのエンジンの世界って勝手にお客さんが決めてる、勝手にお客さんが決めてた時に、実はキャブレターで直る可能性だってありますよね。そしたらもうキャブレターとは言わずにエンジンは乗せ替えましたなんて言っちゃうんですよ。そして5万円をもらう。だからもう値段はもう最初の入庫した時にお客さんの希望はどれぐらいで応えれるかっていうことをお客さんが勝手に決めてるんですよ。それにどのように辻褄を合わせるかっていうのがバイクの修理っていうふうに僕は思ってましたね。うん。だからちょっと微妙なこの話けど、そういうことになるんですよね。だからその入庫するときに勝手に壊れてるとこは決めつけないっていうふうに思っていただいた方がいいのかなと思いますよね。勝手にこうこうこうでこうでこうだからこうっていうふうに喋りすぎてしまうと上げ足を取られるっていうことがあると思うんですよね。まあけどしっかりそのまあそれでもまあその入庫した時のそのお客さんの気持ちには必ず応えてくれるとは思うんで、まあそれでまあ費用としては成り立つとは思うんですけど、実はそういったこともまあ多々あるよっていうことの話になります。はい、本日の雑談終わります。ありがとうございました。